こんにちは、ムンチョです。今日はですね、こんな感じで授業形式で進めていきたいと思っております。今日のテーマはこちら。英語教育はゼロ。どうやって始めればいい？ね、結構ね、これ聞かれることが多くてですね、ムンチョさんの家はどういうふうにその英語教育をやってるんですかと。で、うちはですね、背景を話しますと、今、マレーシアという国に教育移住をしておりまして、で、まあそこで、まあ英語中心で、いろいろ学校の授業を受けたりとか、そういうことをしております。ただ、ね、そもそも日本の公立小学校に通ってた普通の子供がいきなりね、海外の学校に行くっていうのはなかなか難しいですよね。なので、どうやって始めたのか。まあ、いきなりやるのって難しいですからね。で、まあ、そんなことをよく聞かれるので、ちょっと、こんな感じでね、考えをまとめてみたので、説明したいと思います。まずね、もう結論から言います。結論ね。何々が学ぶ過程をたどる。ここはですね、赤ちゃんが学ぶ過程をたどるんですね。これはですね、考えてみるとわかると思うんですけど、僕ら日本人が日本語をどうやって学んだか、いきなり、教科書開いて、で、あいうえおから学びましたかっていう。学んでないんですよね。親の語りかけがあって、で、まあわかんないです。保育園の先生の語りかけがあって、で、テレビを見て、それを、何度も何度も見て、だんだんゆっくりと言語を覚えていってと。ここでやってるのって、ヒアリングなんですよね。まずは聞く。そして、何でもいいからとにかく文字を読んでとかじゃなくて、まずこういろいろ口に出してみる。人真似から入って、でどんどんいろいろ口に出していくことから始まる。なのでここはですね、読む書くではなく話す聞く。ちょっとね、こんな感じです。読む書くではなく話す聞くが大事と。で、これ日本のね、英語教育はね、この順番がね、間違ってるのが結構致命的だと個人的には思ってまして、で、どういうことかっていうと、もうね、この読む書くがね、必要ないわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ必要なんですよ。ただ順番ってすごい大事なんですよ、教育においては。これをやってからこれをやるっていうのが、まあそうじゃないですか。数学だって、足し算とか引き算わかんないのに、なんか方程式とかって学べないじゃないですか。それ順番が大事なんですよ。英語もそうで、もう読む書くから入ってしまう、パターンが非常に多い。で、ここで、この順番間違っちゃうから、なんかずれちゃうんですよ。面白くなくなっちゃうし、なんか難しいなという印象だけが残ってしまう。で、ここで僕がすごく強調したいのは、まず、聞く、そして話す、でその後にこの読む書くね、こっちをやると。でこれが、すごく大事なので、この順番を間違えないようにしてくださいと、これから子どもの英語教育をやる親には伝えたいです。はい、それでは次、子どものが英語教育を学ぶ動機は2種類しかないね。結局ね、子どもに英語教育やらせようって親がどれだけ思っていても、子供にね、の中に動機がないと、いくらやっても学ばないんですよ。子供自身が英語教育やりたいって思ってもらわないとしょうがない。じゃあその動機は何なのか。僕は2種類あると思ってて、ここがですね、まずね、まあ、わかりますよね。楽しいからやるって。英語を使ってると、とにかく楽しい体験がいっぱいできるよっていうことを学んでもらう。それがまず一つ重要なポイントだと思っております。まあ基本ですよね。何でも楽しいと頑張れるんですよ。そして、その二つ目。ここはですね、必要だから。ね。もう周りみんな英語喋る人しかいない。自分だけ英語喋れない。で、何か物を買いたい時とか、英語が喋れないと何も手に入れることができない。こういう時はもう英語やります。これやります。これはもう僕自身の体験でもそうなんですけど、僕自身がシンガポールのね、帰国子女で、そこで4年間ほど住んでたんですが、まあ初めは全く英語を喋れなくて、
でも、もうとにかく困ったんですよ。だからもう英語を喋らないと日常生活が送れないって状況になったので、もうそれはもう必要だから頑張りますよね。なのでもうこの2つしかない。ただ日本において、この必要だからっていう環境を作るのは割と難しい。なぜかっていうと、もう日本で英語が日常生活で必要な局面ってほとんどないじゃないですか。ですので、これをやるのはね、ちょっと難易度が上がるので、今日はね、まあこっちを中心に、お話ししていきたいと思います。こっちの話はね、また別の動画でお話したいと思います。ちなみにうちは両方のアプローチをしました。そして、3番、具体的なやり方ね、これを今日はお伝えしたいと思うんですが、おすすめは背を向けるの良くないかな。あ、違う、間違った。スカイプ英会話。まあ今はね、スカイプ英会話って言わないけどね、オンラインビデオチャット英会話かな、ビデオオンライン英会話ね。まあ何でもそういうあのビデオチャットを使ってやる英会話のことをまあ指してるんですが、まあこれはね、うちはね相当使って、でしかもやっぱり良かったですね。これはまずね、何がいいってね、安いんですよ。でもすごい始めやすい。もうね、一授業数百円とかで受けられるんですね。なのでもうネットでオンラインでこうピピってやって、で登録して、じゃあ次のレッスンの申し込みやりますって言って、本当ね、もう 2,30 分で全部もう手続き終わって、でもうじゃあはい明日から始めましょうができるんですよね。でこれはパソコン1台あれば、それこそもうなんだろう、あのタブレットとかでもできますよね。スマホとかでもできるかな。うちは一応ノートパソコン使ってましたけど、もうこれは安いで、すぐにできる。これさえあればすぐにできる。で手軽、やっぱりね、このスピーディーに申し込めるっていうのがあります。あの例えばリアルな英会話スクールとかに行くとね、なかなかこうそこのまず、なんだ、教室まで行って申し込み書を書いてとか、いろいろめんどくさいことがありますけど、これは全てオンラインでできますので、非常に手軽です。で、これはね、内容としてはね、僕がやってたのは子供向け専門の、オンライン英会話スクールっていうのがあったんですよ。ですので、そこでね、申し込んでやっておりました。でこういうのね、何が違うのかっていうと、もう先生が子供慣れしてるんですよね。だからなんかね、こうね、ぬいぐるみとかこうやってね子供の気をね、なんか反らさないようにね、工夫したりとか、あと歌を歌ったりゲームをやったりとかね、こうすごい楽しいよね、盛り上げてくれる、そういうことが得意な、英会話スクールでした。で、こういうところを使って、まあ、安くて手軽で、でここはね、何をね目的にしてるかっていうと、とにかくこれなんですよ。楽しいから。あのね、日本のね、親がよくやってしまいがちなところでね、じゃあ英語教室通いましたと、じゃあ何を学んできたの、 ABCD 言える、あの単語はいくつ覚えてきた、ね、あの誰々と会話できる、ほらちょっと喋ってごらんよとか、こういうことやるんですけど、これね全然面白くないです。これやられるとめちゃくちゃ嫌だ。だって逆の立場で考えてみてください。なんか、ちょっと英語になってきたの、喋ってみてって言ったら嫌でしょ、なんか。そういうことなんですよ。子供も嫌なんですよ、それって。なので、そういうことはしないんです。何か、とにかく英語が楽しいと、英語イコール楽しい。もうその刷り込みをとにかく頭の中に入れる。それだけですね。ですので、まあ時間も短いです。1回25分ぐらいだったかな。もうそのぐらいしかね、子供って集中力続かないんで。まあ、そのぐらいでいいんです。とにかくそれで、25分っていうのをもう、毎日のようにやる。僕はね、週にね、4回ぐらい入れてたかな。安いんでね、バンバン入れられるんですよ。なので、もうそこで、いろいろ、ここで楽しいっていうことを学んでもらいました。一応ね、注意点もありまして、まずね、ネイティブの発音ではない、これどういうことっていうの、ことなんですけど、実はですね、この安いっていうのは一つ条件があるんですよ。これは何かっていうと、欧米のネイティブの先生だと安くはならないんですね。で、うちはどうしてたかというと、フィリピン人の先生にお願いしていました。で、フィリピン人の人って英語ネイティブじゃないから、ちょっと発音とか変なんじゃないと、ちゃんとした英語が学べないんじゃないって思う方も多いかと思うんですが、僕がいろいろ比較した限りではですね、フィリピンの訛りというのはそんなに強くないです。で、僕は、もう非常に、すごくわかりやすかったですし、その英語も。
で子どもたちも、特に問題を感じてませんでした。で実際うちの子たちはフィリピン人の、方先生方から学びましたが、今の英語発音はアメリカ英語になってます。ちゃんとこれは、まあ、あくまでもきっかけなんですよね、初めの。なので別にこうネイティブにねこだわるっていう人が結構多いんですけど、そんなにこだわらなくて大丈夫です。だって例えばですよ、日本語今ねこうやって喋ってますけど、じゃあ、方言が強い、県出身の人は訛って喋るじゃないですか、日本語を。そういう人たちの、生徒さんたちは、ね、そういう先生から学んだ生徒さんたちはみんな日本語が下手なんですかっていうと、そんなことないじゃないですか。ちゃんと標準語も学べるじゃないですか、ね、それと同じなんですよ。別に先生の、一人が別に、ね、ネイティブな発音じゃなくたって別に大したことではないなと。そしてね、これも重要、与えて終わりでは続かない。これはねどういうことかと言いますと、よくね英会話スクール申し込みましたと、でじゃあ子供がこう始めますと、あ OKOK と、あとはじゃあ先生よろしく、これはダメなんですよ。これをやってしまうと、子供は なんかやらされ感がすごく強くなってしまう。ではなくて親がそばにいて、でずっと一緒について、一緒に楽しむみたいな、そういうアプローチが重要で、終わった後にね、その先生との会話があるじゃないですか。そうすると、今日のね先生のあの話面白かったよねとか、いろいろこう共通の話題ができる。そうすると子供も、あママが一緒にやってくれるんだ、パパが一緒にやってくれるんだっていう、でこの英語のなんかこのレッスン受けてると、パパとママといっぱいお話ができると、それもまた楽しみの一つになりますよね。そういうところで、親が積極的に、ずっと関わってあげなくちゃなかなかいけないです。である程度ね学年が上になってくると、まあ、そこはねもう勝手にやってくださいでもうまくいくんですけど、まだね小学校低学年ぐらいまでは、親が付き添ってね、まあ、たまにねめんどくさいこともありますよ。僕もね25分間こうやって横で聞いてて、もう途中眠くなっちゃってねっていうこともあったんですが、まあでもやっぱり子供のこうなんていうかな、習慣づけがちゃんとしっかり定着するまでは、そういうことも必要になってくるかなと思います。はい、じゃあ今日のまとめはこっちに書いていくの、これですね。とにかく成功体験をどんどん重ねる、これですね。英語喋るの楽しいっていう成功体験を毎日積み重ねていく。もうこれやればもうね、あとはね自動的に進んでいくんですよ。自走っていうんですか、もうね勝手に学んでいきます。うちの子もある段階からもうずっとね、いきなりね YouTube も、今までずっと日本語の YouTube しか見てなかったのに、いきなり英語の YouTube 見出して、あ楽しいから楽しいからって言って勝手にね英語の授業を自分でやるわけですよ。要はもうどんどんヒアリングして、で英語のね話してる人の真似をしてっていうことをやっていく。だから楽しければやるんですよ。なのでとにかく成功体験を重ねさせてあげてください、子供にね。そしてこれはねもうそんなことって思うかもしれないんですけど、僕はここに何を入れるか、これを覚えるのは1年後でいいと、英語教育を始めてから1年後でいい。何か、アルファベットを覚えるのは1年後でいいと僕は思っておりますね。みんな ABCD 正確に言えなくちゃもう話にならんだろう、まずは英語教育はそこだろうみたいな、2歳3歳の頃にあいうえとか、ね、ひらがなとかカタカナ全部書けましたかと、書けないじゃないですか。そんなのはね後でいいんですよ。小学校に入ったぐらいでいいんですよ。それよりもたくさん聞いてたくさん話して、あすごい日本語を喋るとこんなに楽しいことがいっぱいできるんだなっていうのを赤ちゃんでも感じる。それと同じように英語でも、たくさん楽しいを体験する。で、こういうアルファベットについね、とらわれがちな大人たちがたくさんいるんですが、アルファベットは1年後でいい。こういう考え方で、うちは英語教育を、進めておりました。すごく大事なことは、英語教育はまず順番があるということですので、まあ、これを、ね、ぜひ覚えていただければなと思っております。今日は、こんな感じで終わります。どうもありがとうございました。